最大チャンネル。はい、どうも。というわけで最大チャンネルです。今回はですね、旅企画でございます。今どこにいるかと言いますと、こちらですね。見えますかね、これ。支笏湖のとこですね。見てください、この神秘的ななんか山と湖ね。というわけで今回の旅の目的はですね、函館行きます。それはなぜかと言いますと、前回の薩摩線終わりまして、で札幌駅でサイコロ振って出た目が函館でした。というわけで函館から今向かってます。函館にで、函館に着いたら、サイコロの旅でございます。頑張るぞ。この祭り、支笏湖の町にやってまいりました。すごいよと思って。なんかお祭りやってるそうなんで、ちょっと行ってみます。下町あふれ、ちょっと行ってみるか。好きだよこういう雰囲気。はい。で、大好評サポーラー。これ、大好評サポーラー。いいもんですね。クラッシュ。そうやわ、あれでもと思って。札幌ラーメン男爵。こんと結構自家製コーヒーって、コーヒーってですって、ちょっと気になりますね。さあ、いろいろとやってるうちにもう下町は終わりました。走りたい、かわいいなと思って、子供ってでも、本当このね、イカの匂いが香ばしいと香ばしいですね。キノ広告やってまいりました。キノ別のキノ広告。行ってみようか。無事コンビニに着きました。あー幸せ。いやー、セコマートっていうね、ローカルのコンビニがあるからこうやって生きていられる。ではね、まず紹介しましょうね。でん、こちらカップうどんでございます。余裕っていうか、これがですね158円とね、まあ安いんですよね。見えるかこれ、これ158円。冷たくて美味しいのよね。キンキンに冷えてやがら。待って、はい、開けました。箸どこ行った？もうね、箸の方向もね、曖昧だよいしょ。で、はい、はい、中身は海苔。そして持って、はい、ちょっとうどんで邪魔だな。ちょっとうどんで出しにくいけれども、はい、めんつゆ。そしてゆずこしょう。はい、まず簡単なことです。はい、ここに、はい、よこしょ、ベンって新鮮で冷たくて美味しい。ちょっと待てよ、どこだ、切り口、切り口ちゃんと見ろよと思って、ここかな、どこかな、これかな。それぐらい覚えとけよって。ここでいいか、ダメでした。ここかな、ここだ。はい、開けました。はあ、それをこの中に、はい、せーのってダバー。あー、おいしい。はい、というわけで、で、はい、海苔、はいね、海苔ちぎって、はい、せーので、はい、パッ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 。はい、そして、で、はい、最後にゆずこちょう、こっちを一気にかけるっていうか、ちょっと待って
柚子胡椒だよね。柚子胡椒にもこれ液体ですね。これをこいしょーって、これわさびじゃないだろうね。わさびだったら私訴えるよ、飲んで。訴えちゃダメ。じゃあいただきます。まずこんなになってるのでね、ちゃんとこうやってかき混ぜてあげます。いただきます。はい、セイコちゃんマートの特製ダドーン、新鮮味のあるお肉よね。お肉、肉がまたうまいんだよね。いただきます。うまっ。さあ行くぞって函館だよ。やっと函館到着というわけで、さあ本題入りようか。さあこれこそここ来た理由だがね。さあデッド、はい、最後の旅行けチャンスタイム、はい、行ってみよう。はい1、はい、函館ショップロ、はい、1と2ね。で函館車中泊が3と4にあるからね。で5にフリーの函館で一番出してほしくない、北斗に隣町行くのやだよって。いや、ここだ。あ、だ。怖いってあれ。やばい、怖いよ。うい、わかる。カレーです。ドーン。元祖焼き鳥。つけるものになりました。うん、もう。ダメなんだよ、もう。寒いんだよ。嵐なんだよ、車中だけ。海よ、俺の海。